おいすーケロヘンです。今回はクロマリリースから2ヶ月経ちましたということもあり、今と昔でユーザーの気になること変わっただろうなと思いまして、ユーザーが気になるクロマは Q&A ということでケロヘンが答えていこうと思います。ってことで早速 GO! 1つ目、多色から武器潜在力伝授できる。この質問めちゃくちゃ多かったです。確かに新色でリト様出ますし、ウィッチからリト様にメインを転向したいという方多いですよね。なのでお答えします。多色から武器の潜在力伝授できちゃいます。なのでメインを移行する人はブラックストーン貯めておく必要なし、金貨とスキル強化箱だけ貯めときましょう。次、討伐って倍率レベルになるけど今使っても OK か。まあなるほどなるほどと、この質問おそらく新しく新地域のメディア南部が来るから取っておいた方がいいの、取っておいた方がいいのっていう質問だと思うんですが、お答えします。今は取っておいた方がいいです。まあ理由は本当その通りで、メディア南部追加されて新しい討伐ボスが追加されるので、最速でストーリーを進めて討伐ボス出して推薦書を使ってボス知識10レベルゲットっていうねことができるので貯めときましょうっていうことです。次、スキル教本箱はどのタイミングで使えばいいですか。まあその不安マジでよくわかります。リード様用に貯めておいた教本とかいつ使えばいいのってことだと思うんです。まあ20レベルとかに使ったら20レベルまでに覚えるスキルしかスキル教本出ないのみたいなねあると思うんですけども、お答えします。いつ使っても大丈夫です。というのも1レベルに使ったとしてもリゾ様が今後覚える、まあ、55までのスキルっていうのを教本箱で獲得できますと。なのでいつ使っても OK。 次、覚醒とか進化周り気になる。まあ分かりますよ、分かります。ただ申し訳ないことに僕も台湾版をやり込みはしていたんですけども、覚醒コンテンツとか触れてないんですよね。というのも覚醒コンテンツは日本版のアップデートはまだだいぶ先という予想ができていますんで、あえて触れずにそれよりも前のコンテンツを詳しくなろうとして潜入していたんですよね。なのでちょっと不確かなことを言いたくないという感じもあるので、分かっていることのみをお伝えしたいと思います。でまず覚醒と進化、深いにかではなく進むにかの進化っていうのがあるんですけども、その違いなんですが、覚醒は一般的な MMO でいうところの上位色とか二次転色に近いものがあります。で武器とか、まあ、スキルとかね、が全て変わりますと。強化されるシステムなんですよね。でまた継承というコンテンツもあって、これは武器がそのままで、ウォーリアだったらまあ例えばですけど剣盾だったら剣盾のまま、レンジャーだったら弓なんで弓のまま、武器は変わらずに強化されるといったシステムになります。で PC 版の黒い砂漠では武器の切り替えすることができるんですけども、スマホ版は簡易的になっていてそれができません。で覚醒色から継承色にチェンジすることもできますが、海外版では課金が必要になるみたいです。でまた基本的に覚醒することで使用感は全色ガラッと変わると思いますが、レンジャーは弓から精霊剣というね近接武器を使うことになるので結構変わるかもしれません。次、進化ですけども、これはもしかしたら2ヶ月以内には来るんじゃねえかなと思ってるコンテンツで、今使ってるスキル、まあ覚醒前のスキルっていうのが強くなるっていうものになります。まあ個人的に結構変わるなと思ったのがウォーリアとリト様かな、この辺は結構変わるかなと思いました。まあこのコンテンツの情報についたら出た時っていうか情報が出次第、まあまた詳しく動画の方で話すと思いますので、へーくらいにしといてください。まあお楽しみということで、次、ホットディールどれ買うべき。まあこの質問、ホットディールが来るたびに配信の方でめちゃめちゃ来ますねめちゃめちゃ来る。でホットディールって毎回商品のラインナップ変わってると思うんですけども、変わらんやつもあると、ほぼ変わらんやつあるのでお答えします。まあ突破復旧券と最上級ブラックストーン束3つのやつ、これはお買い得だと思います。であれば買っちゃいましょうという感じ。後の商品はまあ変わったりするのでその都度考える必要ありっていう感じですかね。はい、次、シャガトゥーから神話を出す方法を知りたいです。うん、なるほど、切実な悩み僕も一時期はなんか筋肉強とか言ってね、アクセ強化成功させたりとか、シャガトゥーから伝説出しまくる、放出しまくるみたいなことをまあやってたんですけども、何やら最近巷で流行っているのがあるみたい
なんでお答えしますと。バッグにマンボウを入れてください。あ、なぜなのか。ツイッターで、とある新興宗教が流行っているみたいなんですよね。その名もマンボウ教。まあそんなネタじゃんね。ネタじゃんって思うかもしれないですけど、いや、まあネタです、ネタだと思います。なんですけど、とんでもない人気を誇ってるんですよね。なんかツイッターで見ていたら、実は私もマンボウ教でしたっつって、こっそりバッグにマンボウ忍ばせてるやついるらしいんですよ。多いらしいんですよ。それくらい流行ってる。なので、気になる方は入れてみてください。次、スキルレベルの差どれくらい出るのか。まあこれもね、気になってる方多いと思います。まあ実際に画像をお見せした方が早いと思いますので、お見せしちゃいます。これが、まあ、フレンドのブレイダースキル月栄山になりますね。月栄山のスキルでダメージが 485%、 打撃あたりの HP 回復が 104% となっています。次、まあね、僕の見ちゃいましょう。僕のブレイダースキルレベル、まあまあ高いですよ。まあそんな高くないですけど、30です。で、打撃ダメージが 504%、 影切り、まあこれ進化ですね、の回復効果があるんですけど、打撃あたりの HP 回復 118。 これね、違うんですよ。結構違うでしょ。要はめちゃめちゃ変わるっていうこと。まあ例えばですけど、分かりづらいんで、例えばクザカの異物あるじゃないですか、R が 20% 増加するみたいな、あれ R 系列 20% 増加っていうのを見て、うわ強って思いません？その差があるっていうことです。その差があるっていうことです。次、伝説グルニーと安い神話装備、どっちがおすすめか。まあ分かります。これも迷っちゃう。僕も悩む時期があったんですけど、今は明確な回答があります。お答えします。これは部位によって違うというのが正しいです。はい、ってことなんで取引所見ていきましょう。まあ取引所見れば分かるんですが、アーマーでいきましょうか。例えばこのグルニルアーマー MP20 ついてますよね。はい、ついていますと。で、まあおそらく安いのかなと思う。あ、安くないな意外と。これゴクシャメルアーマーと比較しようと思ったんですけど、まあ今僕が装備してますよね、ゴクシャメルアーマーで。僕も以前はグルニル装備してたんですよ。でグルニルからゴクシャメルアーマーに乗り換えた。で、なんで乗り換えたかっていうと、まあ比べる基準が、まずはあれですね、値段ですよね。値段プラスオプションを見ると思うんですけども、オプションがですね、これグルニーについてるやつが MP20 なんですよ。 MP プラス20で、ゴクシャメルについてるマイナスオプションが移動速度マイナス1と MP マイナス20なんですよね。で、まあ、移動速度マイナスっていうのはこれ、まあ、僕からしたらちょっと嫌だなって思うんですけども、ぶっちゃけこれだけなんですよ、嫌なのは。で MP マイナス20、これはどうでもいいんですよね、別に。なんでかっていうと、まあ、今僕ブレイダーですけども、 MP 使うような職業じゃないんですよ、ブレイダーって。ない、 MP 使うようなスキルを PVP で使わないんですよね。そうで、使う職業は何かっていうと、パッと思いつくので言ったらウィッチ、チェーンライトニングで、リト様もダメージスキルで MP 使います。まあそのぐらいかなって思いますね、本当に。だから MP 減ったら嫌な職業はゴクシャメルとかつけない方がいいんですけど、そうでない職業はゴクシャメルつけた方がいい。で、これはアーマーの例。次、グローブいきますね。グローブはグルニル、攻撃速度 3% 増えますよね。例えばゴクシャメル、攻撃速度マイナス 2% 減ります。で、グルニルからゴクシャメルに変えた時、攻撃速度 5% 差があるわけなんですよ。プラスとマイナス合わせたら 5% 差がある。これ結構きついですよ、結構きつい。なので、例えば、あ、ゴクシャメル 19M、 まあ、23M か23M、 え、安いっつって買えるのは考えた方がいいかもしれないっていうことですね。それが部位によるということ。まあ頭だったらクリティカルから、ゴクシャメルだったらマイナスクリティカルついてますし、そうだ、部位によるってことですね。ブーツもこういう風にマイナスついてるんで、ゴクシャメルとかと、だから部位によると。アーマーぐらいかな、グルニルから神話の5スローに購入して変えた方がいいですか。ただ今、まあ、見てわかる通りゴクシャメルも高くなってるんで、2スローでいいです。神話の2スローいきましょう。1スローはいいと思います。装備更新のタイミングっていうやつですけども、伝説の2スローから神話の2スローいきましょう。まあ、基本的には神話の1スローは通らなくていいと思います。まあ、例えばシャカトゥから出たとか、ガチャで出たとか、
なんかドロップ出た5スロが、その場合はつけちゃっていいと思います。その場合はつけて、購入するのはなしでいきましょう。そしたら次、サブの周回。そしたら次、サブ周回は生成所で最上級ブラックストーンを作れるようになったから意味がなくなった。まあこの質問鋭いですね。鋭すぎてなんかもう答え分かってんじゃないのっていうね感じがするんですけども、お答えします。サブ周回は目的がブラックストーンを獲得するためだけではないので、意味がなくなったわけではありませんが、薄れているとは思います。でプラスで修練の塔、こちらのコンテンツがリリース確定ということなので、今後サブ周回っていうのはあんまりされなくなるのかなと思っております。でサブ周回、修練と何それ詳しく知りたいっていう方は動画の概要欄からリンク飛んでいただきますようお願いします。次、ナイトミアって神話のドロップ率上がんの。まあお答えします。まあこんな感じでナイトミアはドロップ率が 200% 上昇しているエリアです。でモンスターと自身のレベルが4以上ある場合はドロップ率が 200% 上昇します。つまり一緒というわけなので、現在61レベルでクロンジを巡査するで狩りしている人とナイトミアで狩りしている人のドロップ率は変わらないということになります。でも元々のドロップ率がナイトミアと一般フィールドで違うっていう場合は変わりますよね。ただそこ分からないので、そこは本当運営のみぞ知るっていうところなので分かりません。次、おすすめの系列ダメージ教えてください。まあ、これも難しいんですけどもお答えします。まあ、系列ダメージっていうのは自分が使うスキルセットによって変えるっていうのが正しいです。でまた R が無難でもあります。まあ、系列ダメージの詳しい説明と初期クラス5色に関しては動画の概要欄からリンクに飛んで見ていただけますようよろしくお願いします。でまた追加クラスのおすすめ系列はブレイダーは R がメイン上げ、アヒブサブ上げ、リズ様はアヒブと R、まあ、メインサブどちらでも OK という感じで、ソーサレスは R メイン上げ、アヒブサブ上げ、ダークナイトは選択が難しいものになるんですけども、 PVE のことも考えたら R アヒブ、 R メイン上げ、アヒブサブ上げでいいのかなと思います。まあぶっちゃけここ個人差があるので、ダークナイトに関しては気になる方いたら配信見に来てください。よろしくお願いします。次、攻撃速度 20% にする必要はありますか。これも悩むんですけども、一般論でお答えします。これはした方がいいです。で攻撃速度による恩恵っていうのは隙の発生速度が速くなる、そもそもコンボが 20% 想定のものが多かったりするみたいなのがありますので、速いに越したことがないんですよね。ただ19.5% なんだけど、あと 0.5% どうすればいいみたいな、もしくは僕みたいな感じ、こういうね 18.72 とかどうすればいいみたいな感じ、まあ、それはぶっちゃけあんま気にしなくてもいいのかなと。 1% とかそこらの差だったら、まあ、体感でわからないと思うんで、でも遅いと感じたら考えましょう。で僕はこれ考えあって 18.72、 スキルって攻撃速度、移動速度、クリティカル、これってレベル10までなんですけども、レベル10になると 5% 上がるんですよ。これ 5% で今僕の攻撃速度が 4.11 ということで、あと 0.9% 上がるんで、それで 19.何本になると。だからパッシブ込みで考えて今あれにしてるっていう感じですね。だそれも考えていいかもしれません。次、縦や前方ガードで防げないスキル教えてほしい。うん、わかりました。これはあれですね、 PVP 大好きマンによる質問ですよね。ちょっと僕の方で考えたので思いついたものだけ紹介したいと思います。バルキリーのブリリアントダッシュ、キャッチ、あとは、まあ、縦が最速で弾かれるという意味ではレンジャーのマルチアロー、パワーブレードスイングも警戒した方がいいですといった感じ。まあ、トワイライトスカーも弾かれやすいんでちょっと怖いですね。とまあこういった感じで PVP 好きな人いたらぜひね、生まれ変わった PVP フリックス記事ベースで知識を集約したサイトっていうのが概要欄にありますので、そちらもご覧くださいといった感じ。次、取引所の更新ってどれくらいですかと。これも気になると思います。張り付くのだるいし、まあでも流れ分かっちゃったんですよ。分かっちゃったんで紹介します。取引所は3分でシステムが更新されます。なので新しい商品が取引所に流れてから3分後、新しい商品が流れてくるといったシステムになっていますので、まあ来ました、商品来ました、新しいアクセ更新されましたってなってから、アクセ消えました、
だから更新されたっていうタイミングから3分後にまた更新されるっていった感じですね。例えばアクセ貼り付いてると、マノスルビーイヤリング出ねえかなと貼り付いてる、あ来ました、でそっから3分後にまた来るってことですね。 波が、まあ、何登録されるかは分かんないけど、といった流れがありますよといった感じになります。以上で質問コーナーは終わり。まあいや長かったですけど、まあどれもためになる質問だったと思うので、よし今後のクロンはニト様やら新色やらコンテンツやら要チェックでいきましょう。それでは動画終わりたいと思います。この動画がいいなと思った方は高評価チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。で毎日夜とお昼 YouTube ライブの方で配信しておりますので遊びに来てください。最近ではお昼12時から、1時まで、夜9時から12時までみたいな感じでしてますと。でコメントね、あの雑談ベースで質問していただいて構いませんので、あのお気軽にご質問とか、コメントください。よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。